夏の家は、フィンランドユバスキュラにある建築物である。アールト夏の家、アールトの夏の家、ムーラッツァロの実験住宅、コエタロなどとも言う。建築家、アルバアールトとその妻、エリッサによって、設計、建設された。聖ナッツァロのムーラッツァロ島に位置する。パイエンネコの入江に設けられた船着き場から伸びる、小道の先に立っている。年に着工され、 1954年に完成された。面積は53,650平方メートルである。1994年よりアールト美術館によって管理されている。現在は博物館として利用されている。北へ30メートルほど行ったところにはアールトが設計したサウナ小屋がある。北へ5キロメートルほど行ったところには聖ナッツァローの村役場がある。 母屋は体力レンガを用いて作られており、一辺がおよそ14メートルの正方形をしている。南西部に正方形の中庭が設けられており、残る L 字型の部分が住宅になっている。L 字型のうち北側の胸にはリビングルームやダイニングルームが配置されており、東側の胸にはベッドルームが配置されている。L 字の角の部分には キッチンや洗面所が配置されている。住宅のレンガ壁は外側だけ白色に塗装されている。中庭の中心には正方形の暖炉が設けられている。リビングルームの上部にはロフトがある。ベッドルームの窓からはムーラメの境界の塔を望むことができる。母屋の北東側には木造の客室棟があり、その東側には物置小屋が設けられている。ありがとうございます。